カルロス・デルガド、カルロス・フアン・デルガド、エルナンデス、カーロス・ホア・デルガド・ハーナンデス。1972年6月25日台は、プエルトリコ出身の元プロ野球選手、一塁手、右投げ左だ。10月9日に、トロントブルージェイズへ入団した。10月1日にメジャーデビューを果たした。1年目は、わずか2試合の出場で1打数0安打に終わったが、 チームがワールドシリーズを制覇したため、チャンピオンリングを手に入れている。は、開幕から本塁打を量産し、4月11日のアスレチックス戦でメジャー初の1試合に本塁打を記録し、4月19日の時点で両リーグ最多の8本塁打を記録した。しかし、その後本塁打を5月30日まで1本も打てずに、いて、6月10日にマイナーへ降格し、 その後メジャー昇格はなかった。は37試合の出場に終わった。には、指名打者でスタメンに定着し、138試合に出場して、打率、270.25本塁が92打点を記録し、メジャーに定着した。カラジョン・オルルドが対談したため、本格的に一塁一周に転向した。153試合に出場し、チーム1位となる打率。 262、30本塁打を記録し、球団新記録となる3本の満塁本塁打を記録している。は打率29、292、38本塁打、チーム最多の115打点を記録した。は、自己最高となる156安打、327塁打、83長打、44本塁打、134打点を記録し、 初のシルバーアスラッガー賞を受賞した。134打点は、ジョージ・ベルが1987年に記録した、球団記録に並び、44本塁打は、左打者としての球団記録となった。は、全162試合に出場し、打率、344.41本塁が、137打点を記録した。カルやストレムスキー以来33年ぶりに、 大リーグで三冠王が誕生するか。と騒がれ、安定した打撃で、チームの勝利に貢献。リーグ最多、球団新記録の57二塁打を記録し、長打率66、664、378塁打、137打点は、球団新記録となった。オフには、MVP 候補に挙げられ、シーズン終盤の本拠地、スカイドームではデルガドへの、MVP コールが沸き起こり、 MVP 投票で4位だったが、ハンク・アーロン賞を受賞。シーズン終了後の10月20日に4年総額6、800万ドルで、契約延長。年平均年俸は、ロジャー・グレメンスの1545万ドルを上回る、1、700万ドルで、メジャー史上最高額となった。も全162試合に出場した。39本類が、102打点を記録したが、打率。 279と前年より6分五輪低下した。は33本類が108打点打率277だった。は3年ぶりに打率3割を上回る打率302リーグ2位の42本類がリーグ1位球団新記録となる145打点を記録した。9月25日のタンパベイデビルレーズ戦では1回に スリーランを放ち、通算300本塁打を達成すると、さらに4.68回にもソロ本塁打を打ち、大リーグ史上15人目となる1試合4本塁打を達成した。MVP の投票では、アレックス・ロドリゲスに次ぐ2位に入った。バダ率、269、32本塁打を記録し、99、打点と7年ぶりに100打点を下回った。オフに、 フリーエージェント FA となった。1月25日にフロリダ・マーリンズ、現、マイアミ・マーリンズへ、球団史上最高額となる4年総額を200万ドルで移籍した。同年は打率301、ミゲル・カブレラに並ぶ、チーム最多タイの33本類が、リーグ5位の115打点を記録し、フランク・ロビンソン、リック・アレン、 ブラディミール・ゲレーロに次ぐ史上4人目取る両リーグで3割30本塁が100打点を達成した。2005年10月24日にトレードでニューヨーク・メッツへ移籍した。開幕前の3月に開催された第一回ワールドベースボールクラシックのプエルトリコ代表に選出された。同年はファンやマスコミのうるさい大都市での活躍が危惧されていたが打率。 二百六十五三十八本塁打、百十四打点を記録し、チームは、プエルトリカンのカルロスベルトラン、デビット・ライトが百打点以上を記録し、十八年ぶりに地区優勝した。八月二十二日に、満塁本塁打で通算四百本塁打を達成し、バリー・ボンズ、十三年、ジミー・フォックス、十二年、サミー・ソーサ、10年の三人しか達成していない1年連続、 30本塁打を達成した。初のポストシーズンとなったデルガドは10試合で打率。351.4本塁打、11打点の高成績を残した。事前活動にも熱心で、母国プエルトリコの恵まれない子供らを支援する基金を設立するなど、複数の福祉活動を行っており、10月24日にロベルト・クレメンテ賞を受賞した。マーリンズとの4年契約には、 遺跡を要求できるようになっていたが、残りの野球人生をメッツで全うしたいとして残留した。はシーズン序盤の不振と故障での戦線離脱が影響し、30本塁打到達を逃した。打率、打点、本塁打など1996年にメジャー定着後最悪の成績となり、チームも終盤失速し地区優勝を逃した。 も開幕から不審で解雇を噂されるようになった。6月17日にウィリー・ランドルーフ監督が解任され、ベンチコーチのジェリー・マニエルが監督となってからは、チームメイトと積極的に会話を交わし、チーム内の架け橋的存在となった。前半戦は93試合で打率。248.17本塁が、52打点が、後半戦は66試合で打率。 303.21本類が63打点を復調。地元ファンからは MVP コールを受けるようになった。しかし、チームはマーリンズとの最終戦で敗れ、プレーオフ進出を逃した。シーズン終了後の10月31日に、球団は1、200万ドルのオプションを行使し、もうメッツでプレーすることが決まった。開幕前の3月に開催された第2回、 WBC のプエルトリコ代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。シーズンでは5月10日に電部を痛めたため、故障者リスト入りした。そのまま復帰することはなかった。オフに FA となった。2月に電部の手術をした。8月7日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結んだ。3A で5試合に出場したのみだった。 4月13日に痛めていた伝部の回復が思わしくないため故郷のプエルトリコにて引退表明した。デルガドは思うようなプレーができなくなってしまった。時間の流れに逆らうことはできないと述べた。2月4日にマットステアーズ、コーリーコスキー、フェリペアルー、ボブエリオットと共にカナダ野球殿堂に入った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。